ああ、例の遺跡か。俺もずっと気にはなっていた。だが、あの奥に入るための鍵となる角笛は、今やあいつの手に。うん。なんだと？まさか、あの女が？なるほど。狙いは分かった。必ずや期待に応えてみせよう、我が友よ。もう止まらない、胸に抱いた僕らの幻想、消えない朝に怯えていても、時が無情に過ぎてくだけ、進めよう、あるがまま今こそ気味ね。ああ、クルルシファーさん。昨日はありがとう。バルゼリット教が提案した決闘に応じてくれて助かったわ。ああ、でも本当に大丈夫なんですか？決闘まであと2日しか。あの時は余裕を見せたけど割と厄介ね。あなたが深層気流を使えれば何も問題ないのだけれど、怒らないのね、あなたは。え？普通こんな決闘に巻き込まれたら怒るわよ。本当の恋人でもないのに。いえ、僕が自分から言ったことですから。なるほど、本当の恋人ではないか。お、つまりクルルシファーは政略結婚が嫌でルクスを恋人に仕立てていたというわけか。よかった、安心したよ。いや、あの、ま、例の決闘は二人の実力なら恐るるに足らんだろ。ならいいんだけど。よし、ならば早速私がルクスの気流を強化してやろう。今度は攻撃特化の使用。そうだ、ドリルもつけてやろうか。いや、それはちょっと。ルクス君、お、今日はデートはいいわ、用事があるから。じゃあ。ああ、はい。ドリル絶対役に立つと思うんだかな。ん？疲れてるのか？あ、いや、今日も早朝から依頼があったから少し寝不足で。あ、そうか、なるほどな。おや？今日は彼女さんがいないね。ぬくっち、寂しいでしょう。あ、何かお仕事かな。ちょっとだけ私についてきてくれるかな。あ、ちょっと。どうぞお入りください。え、ああ、お帰りなさいませ、ご主人様。え、何？日々お疲れのご主人様を癒すためみんなでもてなしてあげるね。え、ご主人様はゆっくり休んでね。あの、これは一体。いや、実はね、ご主人様、私もリーシャ様からルクッチが喜ぶことを相談されてさ。なんでもお姫様は年頃の男の子が喜ぶことがよくわからないって言うから。おい、それは言わない約束だろ。
でね、やっぱり王子様だったらルクッチには当時の思い出を想定してメイドとして私たちが接するのが一番喜ぶという結論に至ったんだよ。ああ、でも僕はあんまりメイドさんにお世話してもらったことは。じゃあこの機会にたっぷり味わっていってよ。みんな素人だけど。父ちゃん一緒に食べよう。ああ、でもその迷惑だったか、突然こんなことをして。いえ、とっても嬉しいです。リーシャ様、ありがとうございます。そうか、とりあえず今日は私をお前専用のメイドだと思って、多少いやらしいことをしてもいいぞ。しないですよ。そうなのか、そういうのもメイドの仕事らしいとティルファーがだな。何年ぶりですかな、我ら四大貴族が一度に呼び出されるなど。新王国設立以来ではないか。いずれにせよただごとではなさそうだ。皆ラグナレクをご存知であろう。各遺跡に対し一体ずつ存在するという頂上の力を秘めた最強のアビス。それがかつて討伐し石化していたラグナレク、ポセイドンが石化から目覚めようとしている。なんだと、それは本当なのか。つまり我々にその日に向けて備えよと。ただ我々新王国軍の今の力でラグナレクに及ぶかどうか。ではどうすれば。一つだけ方法がある。ワーグ教、ラグナレク討伐のためには早急に遺跡調査を進め、そこに眠る強力な武器を探し出すことだ。これ以外方法はない。ぜひその任我が息子にお任せいただきたい。皆さんには明日の遺跡調査の件で集まってもらいました。明日は名目上通常の遺跡調査となりますが、真の目的はこれです。一部の皆さんには話しましたが、遺跡の最深部へ入るには鍵が必要だと言われています。おそらくこの角笛がその鍵ではないかと。そこでルクス君。はい。これをあなたに預けます。わかりました。そうだルクス、明日より任務が遂行できるよう私が気流の調整をしよう。例えばドリルとか。結構です。何よ、お前にはドリルのロマンが理解できんのか。まったく、ドリルは機能も優れてるし。クルルシファーさん、なんでここに。クルルシファーさん。何かしら。どうしてさっきの会議に。明日の作戦に私も参加するからに決まってるじゃない。だけどクルルシファーさんは留学生だし、本来遺跡調査への参加は禁止されていたはずじゃ。私からお願いしたの。だから特別扱いしないで同じメンバーとして頼むわね。でもどうして。私にとって目的を果たす数少ないチャンスだから。じゃ、目的？はあ、久しぶりだな。はあ、それにしてもクルルシファーさん、どうして明日の遺跡調査に。ん？うわあ！音気悪いよ、ルーちゃん。じゃなくて、どうしてフィーちゃんがここにいるの。今日は外で訓練してて遅くなって、お風呂は今ならまだ入れるってお姉ちゃんが。またあの人の仕業か。あ、それじゃあ僕は出るから。どうして。だってさ、フィーちゃんだって嫌でしょ、男の人と一緒なんて。私
好きでもない男の子とお風呂なんて入らないよ。そういう問題じゃなくて、久しぶりだね、ルーちゃんとお風呂入るの。懐かしいな。これ以上はまずい。寝てるし。あ、ちょっとこんなところで寝ちゃダメだって、フィル。まずい。どうしたの、ルーちゃん。いや、そんなことよりお風呂で寝ちゃダメだよ、フィーちゃん。あれ。うん、ありがとう。あのさ、フィーちゃん。何？フィーちゃんの背中って傷がなかった？ほら、ここから斜めに小さく。あったかも。よく覚えてないけど。確かにあったはずだ。それほど深い傷ではなかったけど。ルーちゃん、ん？明日は気をつけてね。え？遺跡に行くんでしょ。私は今回も命令で一緒に行けないから。残念だけど、お姉ちゃんにそう言われたの。うん、大丈夫。ちゃんと帰ってくるよ。で、まだ出ないのかな。僕もうかなり忘れる。ルーちゃん大丈夫？全員揃ってるな。出発前に今日の遺跡調査で先ほど急遽変更した点について伝える。バルデリット卿、こちらへ。どういうことだ、なぜあいつが。紹介する。今回の作戦に特別参加してもらう。俺自らしよう。教官殿の手を煩わせることもあるまい。俺の名はバルゼリット・クロイツァー。この度のアビス討伐及び遺跡調査の任に関し手助けになればと思い協力を申し出た。教官、これは一体どういうことだ。それはご不満かな。部外者がこの重大な作戦に参加するということが。王女殿下何、任務内容に口を挟むつもりも邪魔をするつもりもない。純粋に手助けのつもりだよ。むしろ喜んでもらいたいものだね。王都のトーナメントで前年3位の座を勝ち取ったこの俺がか弱い少女たちの盾役を買って出ているのだから。余計なお世話だ。それにだ、我が未来の妻となる少女がそこにいるのでね。危険な任務で万一のことがあってはというわけだ。ではバルゼリット卿には今回アビス討伐の援護のみをしていただく。一同いいな。はい。